おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。ビジネス英語の上達についてなかなか結果が得られない、一人で勉強しているけれども普段は英語を話す機会がない、人と英語でコミュニケーションする機会がない、ですのでなかなか結果として上達しないとお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ朝のビジネス英語勉強会ですとか、そういった、勉強会で実際に自分が今持っている語彙を使って、自分の考えを出すっていう練習をしていただければと思います。そうすることで、もちろん自分自身の練習にもなりますし、他の人がそれに対して、自分が言ったことに対して返してくれる言葉や表現の仕方、文法の使い方、そしてその内容をすぐさま、理解して反応するっていう練習もできます。ですので、反応力も上がりますし、自分のスピーキングの練習にもなります。そして自分が足りないところ、こう表現したかった、この単語は何だったんだろうかっていうことで、またそれについて自分で調べてみたり、次の週のために準備をしたりということで、どんどん良いスパイラルに入っていくことができます。やはり英語はコミュニケーションの道具ですので、自分でどのように使いたいのか、何を伝えたいのかということを明確にしていくことで、よりモチベーションも保ちやすくなりますし、そして自分の準備に役立てることができます。結果として自分の語彙力が増えたり、自分の言いたいことを論理的に魅力的に話すようにできるようになったり、そしてビジネス英語を実際に使うときでもそれは大いに役立ちます。語彙がフォーマルになったり、ビジネス関連のことに変わりますけれども、それはご自身のご専門分野ですので、英語の単語ですとかご専門の知識に関しては豊富に持っていらっしゃると思います。それを英語に変えるだけ、あとは普段使わない文法ですとか英語でのコミュニケーション能力っていうことを付け足していくことで、さらに英語力自体は飛躍的に伸びていきますので、ぜひ普段からいかに使うか、自分が今持っている文法や語彙力をどういうふうに使い慣れていくか、英語を話すか、そういう機会をつかむかということをまず意識して持っていただければと思います。それでは朝のビジネス英語勉強会ですとか、ご自身の友達や仲間と一緒に勉強会を立ち上げられてもいいと思います。そうやって自分の英語を使う場所、レッスンするところ、話すところ、もしくは実践する場を意識して持っていただければと思います。それでは失礼いたします。頑張ってください。